眩しい太陽、海辺がぴったりの一日です日本からの観光業者による視察団25人が台湾北部新北市の野流を訪れ海沿いの歩道を散策みんなここの独特な景色に驚いていました今回の工程はビジネスバブル方式をとっており視察団員は全てにおいて団体行動で一般の旅行客と接触することもなく貿易を確保しています続いて視察団はキールンの有名観光スポットも参観 実際の現場視察を通じて観光解禁後の準備をしています実は東南アジアの多くの国もリストアップしている今回の状況を順次見直して引き続き視察の申請をしていく視察団の実際の行動を通じて日本の観光客に将来旅行が解禁になった後安心して台湾を訪れてほしいとしていますまた今回の方式をモデルに他の国にも呼びかけていく予定です